あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳です。今日はコンタクトレンズの外し方の説明をします。まずちょっと外す前に手をよく洗ってくださいね。一番いいのは、まあもちろんちょっと泡で綺麗にしていただいて、でよく水で濡れたままの方もいるんですけど、水道水にはアカントアメーバーなどがいるとちょっと感染症の原因になりますし、特にソフトレンズ変形する原因になりますので、必ず手を拭いてください。そしてまず一つ目の外し方、しっかり開けていただいて、ここをつまむように外していただく。そうすると取れますね。で、もう一つの取り方。もう一つの取り方は、ずるっと下に下ろしてから取る。これをですね、こうツルツルして取れないレンズとかがあるんですね。なのでこうやって挟んでも取れないなと思ったら、まず指でずるっと下に下げてから外すようにしてみてください。そうすると外しやすくなります。あなたの目の主治医、眼科医の大原千佳でした。YouTube のチャンネル登録をお願いします。YouTube を活用するためには、登録をするとパッと自分が見たい番組が出てきます。過去の動画もすぐ出てきますので、ぜひ活用してください。100年時代が到来ということは、目も100年守っていかなくてはいけません。千佳眼科を登録して、自分の目は自分で守っていきましょう。チャンネル登録お願いします。こんな動画見たかったって思ったら、いいねもお願いします。また、こういう動画を作ってほしいっていうリクエストがありましたら、お気軽にコメントに書いてください。コメント欄での質問や相談は受け付けておりません。ご相談がある場合は、大原千佳眼科を受診するか、近所のかかりつけの眼科医の先生に相談してください。